いつの間にか始まって気づけば終わってる。エンドロールが流れる頃に僕らは振り返る。一体何が彼の幸せだったのか。終わらせるのが怖いから気づかないふりをする。そうやって伸ばした運命を大切にしまい込む。いつか神様が未来を間違ってしまうまで。また来る。